ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、こちらカーシー博士のセルフヘルプ術、うん、はい、プリーズアンダースタンドミーと、うん、毎回やってますねこれ、はい、自分自身、まあ、私を理解してよと、うん、で心のシャウトが私を理解してよって、うん、僕の中でなんかだからあの自分のことを理解しなさいって話です、ね、はい、で僕の中では、うん、この本当の僕が、うん、私のことを理解してよって叫んでる感じです。自分自身に対して、うん、2人いる感じですね。でもこうあれじゃないですか、プリーズプリーズだから、はい、理解してくださいだと思うんですよ、ね、どうか自分のことを理解してくださいってカーシー博士が言ってるっていうこの取り方でも、うん、いろいろ受け取り方でもあるんですね、うんうん、とで今日は、ENFJ、うん、外交、うん、直感、感情、判断の人ですね、うん、との紹介をさせていただきたいと思います、はい、で、ENFJ 面倒見がいい、うん、カリスマ性を持ったリーダーですと、うん、ENFJ 型はグループのリーダーとして傑出しており、うんうん、この才能は仕事でも学校でも発揮されますと、うん、このタイプは人々は黙って自分に従って自分が提案したものは何でも人がやりたがると疑いもしない、またそれが受け止められる、嫌味なく受け止められるチャーミングな特徴もありますと、実際周りの人もその通りにしてしまうのは、うん、このタイプが、うん、特別なカリスマ性を持っているからであると、うん、ENFJ 型は、うん、集団の輪に意義を置き、うん、自らも進んで輪のために協力しますと、うん、なんであのよく我々がやるエニアグラムでいうと、うん、なんかタイプ8っぽい、タイプ8っぽいけどなんか圧が少ない感じがしますよね。あ、そうですね、うん、で面倒見がいいタイプですと、うん、総人口の 5% を占める ENFJ 型は人間を最重要とし最優先に考えますと、したがって人間関係が重荷になるほど相手の気持ちに対して責任を感じることが多い、また常に気配りをしながらコミュニケートし進んで人間関係を作ろうとしますと、なので周りの人は助けや慰めを求めてENFJ 型にすがるようになりますと、うん、またこうした周りからの欲求が ENFJ 型の限界を超えてしまうことがある、うん、なのでその時点でようやく自分が断り下手であることに気づく、うん、で欲求がたとえその常識外れであっても、うん、ENFJ 型はそれに背を向けることができない、うん、純粋に時間や体が空いていなくて面倒を見きれない時でもその相手との付き合い度には釣り合わないほどの罪の意識を感じてしまう、うん、あ、断っちゃったとかいいじゃないですかっていうタイプじゃないんですよね多分、うんうんうん、あ、断っちゃったな、どうしようって、うん、そんなに深い関係でもないし、うん、向こうも断られたことに対して何とも思ってないかもしれないのに、うんうん、受け取り方が違うっていうタイプ、うん、エニアグラムで言うと、うん、なんか2と8が見えました。2と8が見えますね、はい、で理想の関係を求めすぎるのが難点、うん、ENFJ 型の弱点は理想的な対人関係を求めすぎることであると、うん、普通の人間関係では、不可能なレベルまで相手に期待してしまいます、うんうん、そのためこの理想にはとてもついていかれない友人を、うんうん、自分でも気がつかないうちに圧倒してしまうこともありますと。蜂が見えますけれども、うん、実際には他人に対して並外れて寛容な人間であり、うん、批判することもほとんどなく常に信頼できる相手になりますと、うん、で会話力は抜群、うん、ENFJ 型は、他人との意思疎通はうまくいっており自分は理解され受け入れられていると思っています、うん、自分が相手を受け入れているので、うん、相手もそうだと受け止めている、うん、で、だからその自分の立場や考えが理解されたり受け入れられてないっ
って分かると、うん、驚き、当惑して傷ついてしまう、うん、けれども幸いにもこのようなことはあんまり起こりません、うん、ENFJ 型は言語能力、うん、中でも会話力に傑出している、うん、特に面と向かってコミュニケートする方が、うん、書面で伝えるよりも得意である、うん、グループ内でも強い影響力を持ち人数が多くても少なくても人前で堂々と意見が言える、うん、自己主張な自己主張エニアグラムでいうと自己主張なタイプが見えてきます。真面目にもそんな感じはします。あの 外交的能力は2が一番高いなんて、うんうん、はい、言いますもんね、うん、で他人に共感しやすい、うん、またこのタイプは相手の性格や感情考え方を理解して気持ちを共有できる才能があります、うん、しかしこれが逆に災いすることもあって、うん、無意識のうちに人の気持ちを汲み取りすぎて、うん、相手の苦しみも自分のもののように背負い込んでしまいます、うん、でその過程で本当の自分を見失ってしまうことがある、うん、かもしれない、うん、なのでその自分とは無関係のこと自己を、自分に関係あるように考える精神作用である取り入れが強く発達しているので、うん、他人と自己を同一視してしまう。身近な人々の悩みを真剣に心配するだけでなく、うん、あまり親しくない人の問題にまで過度に感情的になってしまうこともある、うんうん、っていうこのよく最近動画で言っている、うん、バウンダリー、うんうん、境界線の問題をちょっと、うん、あったりしてしまうタイプなんですかね、うん、で直感力と価値観、うん、ENFJ 型は直感力にまあ N の人ですもんね、うん、直感力に優れており自分の勘に従う、うん、だがこのタイプは論理的に決断することには正確さを欠くことかも欠くかもしれないので、うん、それを補う意味で T 思考型の人と一緒に確認することが良いかもしれない、うん、一方価値判断の基準に関してはしっかりとしている、うん、自分が何を欲しているかを心得ており驚くべき正確さで他人の心も読むことができる、うん、人の動機や意図を読むのを間違えることは滅多にない、うん、羨ましい、うん、よく間違える私としては、うん、何が違うんだろう EN あ直感感覚、うん、なるほどねそこの違いそこの違いで、理想の家庭を求める、うん、ENFJ は社交も得意で素晴らしいパートナーや友人に恵まれる、うん、子供に対しても一生懸命尽くし子供やパートナーに威張り散らすこともない、うん、実際いつも穏やかなので逆に相手に甘く見られてしまい後で困ることもある家庭人としては常にパートナーを喜ばせようと努め家庭生活がスムーズにいかないと自分のせいだと思ってしまう、うん、で自分の収入や時間エネルギーを最大限に使ってできるだけのことをしようと疲れを知らずに努力するしかしこのような自己犠牲は ENFJ 型全員の特徴である完璧な人間関係を持つ夢と隣り合わせになっており、理想の関係を求め続けるあまり、うん夫婦関係、友人関係などに漠然とした不満足感を持つことにはなりかねない、うん、いやこれ多分人のニーズに合わせてしまっている、うんうん、自分のニーズはどこだ、うん、っていうのがちょっと不満に思ったりしてませんかっていうことですかね。で向いている職業としては人に接する職業、うんこの完璧を求める願望は仕事においても同様でどんな仕事についてもどこか満足できない部分がある、うん、しかし ENFP 型、うん、ENFP というのは外交直感感情認知の人ですね、うん、体調と一緒、うん、可能性を残しておきたい、うん、決めたい人じゃなくて、うん、可能性を取っておきたい人のように、さまざまなジャンルの仕事で成功することが多い、うん、会話力に長けているので特に面と向かって接触する場面で力を発揮する、うん、マスメディアや
舞台や映画の世界には成功した ENFJ 型がたくさんいる、うん、また優秀なカウンセラーやカリスマ的な教師や、高級顧客向けの営業なんかにも多いよと、うんうん、逆にその ENFJ 型の人間関係に傑出した才能を生かさない職業としては、うんうん、例えば会計士とか、うん、その黙々と正確なことを緻密にやるみたいなのは、向いてないじゃなくて、うん、自分の得意なところを生かしてない可能性がありますよなんて書かれている、はい、大きなお世話。いやいやいや、同じことだなと思って、向いてないのは言い方変えただけだな。あ、なるほど。秩序と気配り、うん、ENFJ 型は物事が解決することや、うん、秩序立っていることを好む、うん、仕事でもプライベートでも予定を立てておくことを好み、うん、一度決めた約束は絶対に守る傾向がある、うん、また情報を一度にたくさん扱わなければならないような複雑な状況にも気軽に取り組むことができる、うん、それと同時に他人を楽しませたり気配りもできるので人に好かれる、上司としても部下としても気さくな人柄なのでどこでも重宝される、うん、例えばタイプ6タイプ7、うんがちょっとなんか見えてくる、うんうん、有利タイプではない、エニアグラムで有利タイプではない、はい、気はします。雰囲気はしてきましたね、うん、はい、でリーダーとしての采配、うん、熟練した ENFJ 型のリーダーは臨機応変にグループのメンバーに取るべき行動を指示することができて、それにふさわしい役割も見つけてあげることができる、うん、この才能については、他のタイプとは比較にならないほどに天才的な技を見せることもある、うん、計画せずに物事をまとめられる能力は ESFJ 型、うん、外交感覚感情判断、これ私ですね、うん、に似ているところもあるが、後者はリーダーというより司会進行が上手という方が正しい、うん、あ、なんとなく、うん、君はリーダーじゃないねって言われた気がしてます、うん、司会ですよね、司会進行、司会進行、うん、まあ、でもリーダーの方がかっこいいじゃないですか。かっこいいけど司会進行がいないと、うん、まあそうですね、うん、パーティーの幹事的な存在である ESFJ 型は全員が楽しんでいることを確かめ、結婚式、葬式、パーティーなどのフォーマルな機会に本領を発揮する、うん、なんかもうまさしくですね、なんか、うん、なんか自分が、うん、嫌になってきますなりたい自分じゃないんだなって、うん、まあ、しょうがないですね。なりたい自分はいいんじゃないですか。あ、なればいいって話です。ああ確かに、うん、で、ENFJ 型も人間関係の輪を何よりも重視するところは、うん、ESFJ 型と同じだが、 ESFJ 型のように人が気に入ってくれないと落ち込んでしまうことはなく、僕は落ち込むんですよ多分、うんうんうん、みんなに 気を使い、うん、気に入ってもらえないと落ち込むところはなくて、他人の評価に影響を受けにくいところが異なる、うんうん、なのでやっぱりその自己主張、エニアグラムでいうところの自己主張の人は、うん、あのそんな感じなのかなって、ちょっと、まあ、自己主張とか楽観の人、うんうん、外交直感、うん、感情判断の方で、うんうん、天性カリスマ性を持ったリーダーの方というふうに紹介されています、はい、こうやってあの、うん、自分を知ること、うん、あとはいろんなタイプを知ることで、なんでこんな人がいるんだろう、うん、っていうのは避けられるのかなと、うん、いろんな人がいるねっていうところで、うん、自分のことも分かってくる感覚を持つ、うん、今日この頃、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうかと、はい、というところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。